皆さんおはようございます、えー、時刻は9時30分を回りました嘘のような本当の輪の時間ですねはい、えー、私土井秀人がお届けしてまいりますが最後までぜひねお楽しみくださいねはいというわけで嘘のような本当の輪今日も、えー、ゲストの方をお迎えして、えー、健康について、えー、いろんなおしゃべりをしてみたいと思っていますが 東京から、ドクター水素ボトルの北条正弘さん、おはようございまーす、はい。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、日曜の朝いかがでしょうか。年末ですね、すでにね。はい、こでのうん、年末ゆえに。 改めてね、このボクあの素晴らしさを日々体感しているゲストさんですよね。津波子翔子さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、津波子さんはどこから今日、技能アンガで来ていただけたんですかはい、私は富城市豊崎在住でございます。あ、そうなんですね。 あの糸満市の方ではエステサロンを経営しております、はい、あなるほど、はい、もうそんななんかこう書道教室っていう感じじゃないですもんね言ったらこうエステサロン、ね、あそうですね複合型の、はいあのー、教育事業と <laughs>、はい、あの女性のための企業支援事業という形で、はいまあ、複合型の会社を、はい、営んでおりますそうでございますか はい、皆、ね、さん、ぜひぜひ、ねえー、この番組、えー、YouTube チャンネル、ね、登録をしていただきながらもうね、アーカイブということでね、えー、人気なのがやっぱりね、見直して聞き直していただけるというのがね、あります。それからね、サイマル放送を行ってますからスマホでね、リスラジカ「毎週のレディ」をダウンロードしていただけたらと思っております。 ねえドクター水素バトルいいですね僕自身も使ってるんですけど皆さんどうでしょう健康ってあのー、津しょうこさんねえ、えー、エステって健康につながりますちなみにあそうですね私のエステサロンの方ではもう体質改善を中心として、うんまあ、女性の美と健康っていうことをテーマに、うん、あのお役立ていただけるサロンになってますのでトータルビューティーでサポートさせていただいておりますなんかですよ エステサロンと言いますとなんかね綺麗な人ばっかり来てるようなイメージなんですけどあの年齢層とかも結構糸満たりどうですか幅広いですか幅広いですね<あ>20代からもう60代男性の方もあの当店ではご来店 OK にしてますので、はいえー、男性お一人で来られる方もらいに男性ちなみにど、はい、脱毛とかね沖縄の人濃ゆいからね毛がね 脱毛でも <laughs> はいあとホワイトニング一、はい、番はメインとしたあの施術っていうのがヨモギ虫食べられるヨモギ虫って形であの体質改善を目的とした施術をご提供しているので、まあ、男女ペアで入れるっていうこともすごくお客様に喜ばれていて<ー>、はい、あのご夫婦でとかもしくは、まあ、あの親子で、はい、参,加参加というか、はい、ご来店頂い,いております。 肝心ののの。お名前、このエステサロンのあ、はい、うん、えとデトックスサロンリッチと言って、うんはい、ちょっとだけ日常にこうリッチな気分をっていう形で<ー>、はい、癒しと癒しと健康をリ,ッリッチですはいお金持ちの人だけっていう意味じゃないんですね <laughs> ちょっとだけ日常から離れて、はい、<ー>リッチな気分をっていう形でお<ー>コンセプトにご提供しております素晴らしい。 ぜひぜひね糸満近くに、えー、知り合いがいるねよとかって教えてあげてくださいね、はい。リッチというエステサロンさんだそうです。リッチはど,どうですかエステサロンリッチって検索はカタカナとかでも出てくるんですかはいデトックスサロンリッチなのでグーグルもしくは、えー、インスタグラムホットペッパービューティーの方にも掲載してますのでぜひ。うん 皆さんよろ,しくよろしくお願いいたします。はい、というわけでねその、A、オーナーさんの津し子翔子さんね自らね施術されてるんですよねおそらくね。ああ今スタッフがいますのでネイル脱毛、うん、よもぎ虫ボディーメンテナンスフェイシャルまで本当に幅広い施術をでご案内させていただいてますが<ー>、えっと、やっぱり一押しなのが今今日私ゲストで参加させてます もらってますが、ドクター水素の施術も合わせて、あの体験することもできますので。ああ、はい。なんか不調な方とか、お悩みがある方っていうのは、ぜひ一度カウンセリングからでも、ね、あのご来店いただけるので。よろしくお願いします。よ,ろしよ,もよもぎ蒸しっていうのは、あれですか、酵素風呂みたいな感じ。よもぎで蒸す、えー、葉っぱを、このっけていくんですか、体に。はい、もう無農薬、有機栽培された、すごくこう。 もの原料にこだわったヨモギとあの漢方ハーブご体調に合わせてブレンドハーブをミックスしてあの炊いていくんですよ。でこのかぶるかぶるものこう椅子に座って下から蒸してその蒸したものに皮膚粘膜から体の中に漢方成分っていうのを あとそれを、はい、経費吸収させることとプラスそれ同じ漢方ハーブを飲みながら蒸されるっていうことを、はい、コンセプトにしてるのでもう15分20分のそのよもぎ蒸しに、うんはい、入ってもらうだけで継続はもちろん必要なんですけれども。 かなり体質ご体調が良くなった方とかあの、はい、水素との相性もすごく良くてやって体を温めることで新陳代謝を上げて代謝を促してこうお悩みあのやっぱ睡眠のお悩みだったりとか、まあ、数々の本当に体の不調っていうのを訴える方々があの喜ばしい結果というか,かご体感があるのですごく水素とも相性がよくって喜ばれております。 ありがとうございますじゃあね、詳しくはちょっと一旦 CM の後でお届けしてまいりましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOOEAST 株式会社、電話番号0335272211。 はい、そのような本当の「和」ねこの「和」は「お話と書きますが沖縄の「和」でもあるし「ね、和」になって、ね、平和の「和」でもありますしということでね「嘘みたいなお話を今週もお届けできそうな予感がしてまいりました。ね津田さんどうですか <laughs> 本当にミラクルなことがとこ <laughs> ねミラクルなことがっていうことで今の CM 中にお話してたんですけど、あのー、確かにねそういったあの対象を上げるっていう意味ではね、うん、あのエステサロンさんとかねそういったところでの相性は非常にいいと思うんですがそもそも塚尾さんがドクター水素ボトルと出会ったきっかけっていうのはいつぐらいどんなんだったんですか すごく信頼してる私の、まあ、事業パートナーの方に、うん、当初ちょっとあの私の娘の方が、まあ、肺の疾患を長年患ってたっていうこともあって、うんまあ、そこがちょっと思わしくない状況が続いてたことがきっかけで何かないかなっていうのをすごく探してたことから、まあ、自分からあのちょっと お話を聞かせてほしいってことで、お電話をかけたのがきっかけです。はい、そうですあ。あの、ちなみにね、お嬢さんですよね。はい。あのー、まあ疾患、具体的にはどんな症状だったりしたんですか?。中年。もともと今、うん、あの小学五年生で十一歳になったばかりなんですけれども。うんうん、もう本当に一歳、一歳になる前。ぐらいから。あの肺炎を。通常のこう、うん、保育園に。 通い始めた時に、まあ、感染症ですよね、うん、初めてこうあの学校に行ったことでそこで感染して肺炎を患ったことがまあ最初のきっかけだったんですよ。それが結構こう繰り返しぶり返しで入退院っていうのがこう何回か1年に何回か<わ>まあこれってちっちゃいうちだけかなっていう思いですごく。 まあ治療と向き合いながらあのそく小児ぜ息っていう形で診断を受けて継続して通院フォローをしてもらってたんですけれども、まあ、ある小学1年生に上がった時に初めてのこの小学生に上がってから外での運動会運動場での。はい、でそのこの細かいほこり砂ぼこりを吸って大きなの大きな 発症大きなこうそ息の発作っていうのを起こしたことがきっかけで、まあ、あの時多分にヶ月入院したんですよ、はい、で入院したからこそこのまあちっちゃい子なのでなるべくこの CT スキャンとかあの縛ってこう無理やりやることで多分それまではできなかったんだけどなんでこんなにやっぱり薬が効か。 効かかかなないのかなとかこう何度も同じようなことを起こすのかなっていうことを多分懸念して、まあ、ドクターの方がこう入院しているきっかけのこの間でいろんな検査をしましょうということで初めて CT スキャンをやった時に肺の疾患っていうのが見つかってしまってまあ具体的にはこう気管支拡張症っていう診断名を受けぜ息の,の治療に準じた治療ではあるんですけれども。 まあそれれがが診断されたのが小学1年生60代の肺をしてるっていう状況でした当時はいやいやそんなに、はい、じゃあ,あれですかかわいそうにあれお薬もいっぱい飲んでからっていうなうかこれまでに使った薬をこの間数えてみたら20種類以上使っていてうもう私たちもやっぱり自分の体じゃないので夫婦であの なるべく薬はやっぱり使いたくないっていう思いはあるもののやっぱ目の前の娘が苦しいっていうのはどうにかやっぱりね状況改善したいなっていう思いがあるのでやっぱりそこは今,今はもうお薬の力が必要なんだよっていうことを、うん、やっぱドクターに言われたっていうこともありますし、うん、そこを信じてもう気づいたらステロイドマックス、うん、2> で月あ2週間に1回の まあゾレアっていう薬があるんですけどこれも公費で使える今だから本当数十万するお薬まあ結構高いお薬なんですけどまあ今子供医療が使えますし今のうちにあの早く改善してあげた方がいいっていうことの,あのドクターからの勧めもあってゾレアっていうお薬をこう両腕に筋肉注射をだからもう本んとに毎2週に1度泣きながら。 あのもう精神的にも身体的にも辛い治療っていうのを頑張って続けてたにもかかわらずなかなか状況の改善がやっぱりできない、まあ、コロナもあったので、まあ、ちょっと学校に行く回数っていうのも毎年毎年も減ってきてしまってもう本当に小学3年4年あたりは多分3分の1も学校に行けてない。週のの初めの月曜日だだけけは行くんだけど もう水木菌って形でこうぜいぜいが出てくるんですよ。タンがずーっと作り出される病気,な病気だったのでもうずっとこの痰が絡まってるところにやっぱこの何かウイルスだったり菌をもらってしまうともうかなりの発作大きな発作につながるっていうことであこの状況,状況であれば自宅療養もしくはもう病院に連れて行ったらす,すぐ入院っていうのをもう年に何回も繰り返している状況でした。 そのつばさん事業パートナーの方は、はい、そういったやはり状況を結構ご存知だった。はい、まあはい、小学一年生の頃にも確かあのこういう状況なんだっていうことをお伝えしたことがあって、このドクター水素ボトルうん、うん、一度はお勧めしていただいてたんですよ。うんうん、でも私の方であのやっぱり当時六歳の娘がもう何時間もこう座って。 その吸入うイメージができるのかとかまたそれをさせなきゃいけないっていうう私もやっぱ心身ともに、まあ、あの自信がなかったっていうこともあってやっぱり通常のねあのボトルドックあこの水素っていうのはで大きなやっぱ機械のイメージがあったものですからそこにずっと座ってやらなきゃいけないその頃だと北条さんちょっと今現在よりちょっと旧型の。 あれでしたかね、一歩手前の方でしたかねそうすると今から4年5年ぐらい前そ,うです、ね、その当時はまだダブル水素ボトルって名乗ってた頃のシーンですね,ですねまあそれはそれですごくいい機会ですけどね世界2ですからねそれはね,ね <laughs> ただまあでも菅さんの気持ちも確かに自分もちびっ子がいたもんですからまあ、今大きくなったんで中学行ってるんですけどイメージつかないですね,確かにねそうななんですで。す。の まあ他のありとあらゆるもの、あのー、サプリメントだったり布団なんかこの電磁波カットのお布団だったりあ<ー>まあ本当にいいものは何でもま、ね、まあやっぱり生活環境を変えることで娘が良くなるんだったらっていうことでまあ食べるものももちろん気をつけますし、あのー、お水だったりとか体に取り入れるものっていうのはまあ いろいろこだわってきてたっていうこととやっぱ一般の方よりはそれなりに勉強もして知識もあのやっぱり、ね、あの選ぶ知識がないとやっぱ正しいものっていうのを選択できないと思っているのでそこすごく夫婦で勉強してきたっていう過程もあったものですからあの、はいまあ、そこがあの今回、もう一度ちょっと話を聞いてみたいという形につながったので本当に感謝しています。なるほど 詳しくはこのね、私もちょっとドキドキしてきたんですけど、今ね、ね5月ぐらいに出会ってから、娘さんどうなったのかな、ちょっと CM 明けで聞いてみましょうね頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO e a s t 株式会社、電話番号0335272211。 はい、嘘のような本当の輪ということでねうんとってもその蔦子さん、えー、お嬢さんが、ね、出会ったドクター水素ボトルについて詳しく伺ってるんですが、えー、パーソナリティーイヒデトと今回北條さんがね、えー、ゆったりした気分でこの横にいてくださってはいるんですけれどもお話ちょっとねあのー、突っ込んで伺いたいと思うんですけど、はい、あのー、出会いがあってちなみに567891011。6 7 8 9 10 11 半年強ぐらいで、お嬢さんに一生懸命、もう五年生とかだとね、はい、ちょっと一時間はい、して三十分三十分吸っててよっつったら頑張れますでしょ。そうですね、もう今は本当帰ってきてから宿題をしながらとか、まあゲームをしながらとか移動の時でも本当にあの水筒の水筒としても持って斜め掛けしながらこう活用してで寝る時も。 もうセットして自分で眠りながらも吸ってるっていうようなもう日常の中で今では手放せないアイテムになっています。はあ、ちなみに何か変化はございましたかはい、うんまあのー、やっぱ5年生になってあの娘が上のお兄ちゃんがいるんですけどお兄ちゃんの影響で中学受験をしたいということが、うん、まあ本当にこの水素をどうにかしなきゃなっていうことにつながったんですけど 中学受験をしたいんだけどやっぱ二3年は学校にほとんど行けてないので勉学にすごく遅れをとってる状況だったのでちょっと先生の方に主治医の方に、まあ、相談に行ってもうやっぱりちょっと私もこれだけ治療してるのにやっぱ改善されないっていうことにもう一つちょっと違和感っていうのを覚えてたタイミングとう、はあ、どうにかあのもうちょっとちゃんと検査してほしいって言った。 一つと、うん、あとはドクター水素ということのこの水素ガスっていうものについて、まあ、たまたま知人があのプロゴルファーを目指している子どもがいてジュニアの、うんはい、そのすごく仲良くしてるご夫婦から水素ガスをついにエステサロンにあの毎日毎日送,送り迎えして疲労回復のために。お,お子さんが すそれは息子、うん、お兄ちゃんの同級生、はい、親友なんですけど<ー>、はい、新潟の方で、うん、まあのスキーと,、えー、とプロゴルファーをこう二足のわらじを本当にもうプロのアスリートのご家庭がいて、はい、このアスリートのご夫妻がやってる、まあ、ケアですね、うんうん、息子のためのアスリートを目指すケアとして疲労回復をこうなるべくこう疲れをためない、うん、もしくは怪我の早期改善 回復っていうのをさせるためにこの水素ガス吸入に行ってるってことを耳にして数年前にあの私の事業パートナーに教えていただいたその水素ガスを思い出したんですよ。うもう本当にトントンってなんですよ。を思い出タイミングだっ,たなっていうふうに思うんですけれどもそれでやっぱりこの目の前の娘の改善されない状況っていうのもすごい違和感があってでまあちょっと あの今話がそれちゃうかもしれないんですけど肺の気管支拡張症って言われてた病名が結局検査結果あのちょっと主治医が変わったんですよね<お>で検査をした時に別の疾患ってことが分かったんですよ。<ー>美満性反基幹支援っていう<ー>またこれまたまあ高,高齢の あのまあ、主に女性がおもあの結構多いらしいんですけどそ,のそういう疾患が見つかってその今までやってたステロイドっていうのが逆効果っってことが分かったんです,、ねえー、ですごく、まあ、ショックででもこのタイミングであの見つけてくれた今の主治医には、まあ、感謝というかもう早めに一応分かったっていうことも,もうそう捉えるしかないじゃないですか。うん でだけどやっぱり自分の子は自分でこう守っていくっていうことがやっぱりもう大事だなっていうふうにすごい感じたのであのたまたまそのドクター・水素のお話をこうちょっと詳しく聞かせてほしいっていうことで北条社長と私のパートナーの方にまあ来おきしていただいて私と母とまあ主人3名でまあ娘のためにどういうものが効果的なのかって取り入れるためにやっぱり理解したい じゃないですかなのでお話を聞いてもうすぐ、あのー、これにちょっとかけてみたいっていう思いで使わせていただいたっていうことがスタートになります。使ってみてたった1週間たった1週間で娘の毎日毎日ぜいぜいしてたこの音もう耳を当てなくても本当に肩でやっぱ息してたり寝てる時のすやすやじゃなくてずーっとこう。 雑音がある、うん、手を娘の,あの背中に置くと、うん、こう震えるというかこの雑音が感じられるのがもう日々の日常でもう何度もやっぱり寝てる娘の顔を見て涙したことが本当にどうやったらこれ取れるんだろうってもう綺麗な呼吸を吸いたいですって、うん、自分の体の,この肺の状態をピンクマークでこうハートにして今年の目標 みたたいな子たちで年の年明けにいつもあの家族で描くんですけどそこにピンクマークのハートの灰を書いて綺麗な呼吸がしたいですって言ってた娘の顔をこう思い浮かべると本当にもう親としてすごくこうあのいたたまれない気持ちがやっぱ続いてたんですけど本当このドクター水素を吸い始めて、まあ、1週間10日ぐらいからぜいぜいっていうのが。 全く聞こえないんですよ。行きましょうか、ここのとこは。<laughs> せーの。嘘 <laughs>。のような、本当のお話なんですね。すごいです、ね。はい。もう本当に、で、本人の体感として、この、いつもこの先生とお話しして、こう。雑音の状況、自分の苦しいっていう状況を数字で、呼吸がどれぐらい苦しいのかっていうのを、まあ、ゼロ、一、二、三、四、五段階で。 まあ、ゼロを入れると6段階ですね6段階でこの子にしかわからないんですけど、うん、もう3のレベルが3日間続くとが病院に連れてってっていう合図、うん、でその状況を、まあ、あの3だったらもう学校は休むんですね休,休,休んで様子を見る45が続くともう絶対病院に行ったらもう入院になるレベルそれが、まあ、2って言ったり1って言ったり。 1>, 1週間後10日後ぐらいにはもうゼロっていうのがもう毎日続いてもう何回もしつこく「え今日のレベルは?」って聞くと「ゼロ」ゼロってま「ゼロ」って「ゼロ」って全くないってことって言ったらそうっていうことを <laughs>、ね、もう本当に笑えるぐらい嬉しいですよね。本当にミラクルっていうもうミラクルでも何でもいいんですけど <laughs> すごくこう娘が毎日元気よく学校に行って。うん お友達連れて帰ってきて宿題していい、一緒にとかちょっと遊びに行っていいっていう日常がなんかもう、はい、もう、今すごく感謝で胸がいいっぱいです。先,先月、あれですよね、め初めて運動会に出られたって話してましまたよね。運動会もはい。もうあの、思いっきり校舎を<ー>はい、この運動場を走って。 運動しなくちゃ元気に一番ね,ね体ももう作られていく年代、はい、いやーあのー、津田子翔子さん、はいえー、来週も来ていただきたいですね <laughs> ちょっとねお話盛り上がるというか、うんねうん、やっぱりすごくね私たちも勉強になりますしもうねもうどうしていいかっていうようなところから、はい、ふっとねこう ともね太陽が出るぐらいこう明るくなるお話なのではいはいねちょっとあの来週も引き続きねあのツアーご情報さんに来ていただきながらいろんなねお仕事の話さんの話も含めてま、えー、たお尋ねしたいと思いますはい嘘のような本当のはねえつはこしょうこさんと a、えー、法上まさゆさんお迎えして今週もお届けしました皆さんありがとうございましたありがとうございました